はい、こんにちは、南蛮です。早速今回も行きたいと思います。さあ、この日はね、台風がちょろちょろっと近くを通ったので見に行きましたら、やはり波がありました。しかしブレイクが早い、抜けられない、とんでもない速さでしたね。でもうまいサーファーは3発は当ててましたね。あと渡辺寛、チューブとかね、お前やばくねそこみたいなところを狙っていってましたね。さすがです。あと椎葉潤も突っ込んでましたね。さあ、藤田秀星君、まだ坊主頭です。その後ろは藤田良俊君、これまた坊主です。中学生ですね、これは。まだその時の映像です。はい、伊藤リアル君、同級生、体がまだちっちゃい、大丈夫かみたいな感じで。そして今回はですね、スペシャルゲストとして平原相馬くん、この時初めて彼を見ました。いやー、この子は将来上手くなるやろうねと思っとったんですけど、やっぱり化けましたね。今すごく活躍してますもんね。さあ、そして渡辺寛がプルアウト、後ろは椎葉潤、うめっす、あんたうめっすみたいな。さあ、この速いブレイクを攻めております。さあ、そして渡辺寛、お前そこ岩があるぞお前、うわー抜けてきた。さすがです。やります、やらかします、渡辺寛。さあ、そしてこれは両俊、トップターン、そしてプルアウト、ビハインド、兄の秀星、カーブ、そしてプルアウト、はえー、とにかくはえー、もうやべえ、やられたらもう岩の餌食ですからね。もうボードはまともじゃないですよ、クラッシュしますよ。そこに先生が突っ込みます、椎葉潤、うわー君でも無理かーみたいな、ダンパーです。ほぼチューブイン、誰だ、渡辺寛かな。さあ、ほら、もうどんどこどんどこ、早い、引きすぎじゃねえかーみたいな感じで、岩がまだ見えちょっぞーみたいな。はい、渡辺寛、トップターンからのアップスタン、アップスタン、加速してプルアウト。さあ、そしてこれがリョシュン、どうする、飛ぶしかねえみたいな、坊主見たいですよ、坊主、中学生。さあ、そしてこれが相馬かな、相馬だ、うまい、ほら、うわー、これクリア仕方もうまいっすもんね。そして渡辺寛が前に乗る、チューブイン、チューブイン、出るか、やられた、ビハインド、秀星が踊ってます、板を飛ばして踊ってます。ほら、もうはえー、もうこの海底のすぐそばにもう岩があるんですよ、岩が。あんたたちは大丈夫ですか、やられちょらんですか。さあ、そしてスエルがゆっくり入ってきました。誰が行く、これは誰だ、相馬かな、行った、トップターン、加速して狙ってますね、トップターン、そしてプルアウト、これがカーン、加速、ちょっといい感じの波、加速加速、そしてチューブインするも出られない、無理です、早すぎます、ビハインド、これはイトリアル、飛びます、トイエストイエスみたいな。そしてこれがジュン、急げ、パワーアップ、パワーアップ、スピードアップ、カモーン。いやー、ちょっと早いですね、渡辺君が今覗き込んでましたね、うわ、はいや。そしてこれがヒューセー、チューブイン、
わー、出てきた、ぶち破ってきた。そしてリョシュン、何する、トップターンからの、おお、うまい、目飛ぶ、もうちっちゃい頃からやってますからね、うまいっすよね、やっぱ。で、相馬、カーブからのプラウト、湘南ボーイ、湘南ボーイ、こんな波乗ったことあるんすかねっていうぐらい攻めてましたね。そしてカメラは固定しているので両親が乗っていったけど追っかけまへーんみたいな。そしてこれ誰、追っかけまへーんみたいな。さあ、そしてこれが芝ジュン、グラブレールでチューブイン、出るか、出てきそう、出てきそう、出てきた、うわ、巻き上げられてますね。さすがの順もちょっと無理か。そしてこれがカーンじゃない、ヒューセーやった。そしてこれが先生、シロジュン、トップターン、うわー、やっぱ早いよね、無理っすよ。さあ登場、高橋周平、日南ローカル。さあ行った、まずはアップサン、アップサンからのカーブ、お、抜けた、トップターン、そしてもう一発、さらにプルアウトか。わ、岩が近くあったよ、あんた。でチューブイン、これ誰、ヒューセー、うめえ、お前やっぱうめえ、ちっちゃい頃からうめえ。さあセットが入ってきたが早そう、大丈夫ですかね。わあ、1回ミスるともうどんどこどんどこ前がもう落ちてきますからね。そしてこれがグラブレールでいった、芝ジュン、抜けるか、抜けるか、終わった、捕まった、でもドギー風で抜けてきた。さあそしてこれがカン、お前ちっちゃくねえ、波危ねえぞお前、もう絶対もう板がクラッシュしてるはず。スイーツ。さあ新八登場、新八は昔、日本代表で戦ってましたね。そしてプロサーファー、元プロサーファー。さあ新八が行った、アップサン、アップサン、うまいんすよ、もうこの下何やらしてうまいんですよ、ゴルフもうまいんですよ。さあそして高橋周平、うまい。さあそしてもう一発、アップスダウン、アップスダウン、アップスダウンからのトップダウン、もう一発、さらにアップスダウンで、わあ、おほほ、岩の上、岩の上やったぞ今、お前フィン大丈夫かよって感じ。さあそしてソマ、あー惜しい、湘南ボーイ大丈夫か。さあそしてジュン、お、うまっ、後ろ足をずらしましたね、さすがですね、アクセル全開って感じですね。そしてあー、もうちょっと速いか、お、抜けた、行くか、行くか、もうやめとこう、岩がやべえ。さあソーマー、ドミターンからのカーブ、そしてあー、もう上がりますね、おー、岩が見えちゃったね今、ねー、湘南ボーイお疲れ。さあそしてカーン、カカンカンカーン、うわ、体全体を使ってアップスダウン、アップスダウン、そしてお前は飛んでいかない、トップターン、そしてもう一発、ねじ込むが岩がある、絶対これ壊れた、絶対壊れたってこれ。さあそして周平、うわー、梅、さすが。そしてもう一発、さらにもう一発、最後はフロータか、あー、いやー、捕まった。さあ新八がいった、さあ何する、アップスダウン、加速してからのフライト、おー、岩がほら見えちゃう。さあ来た、イトリアル、やめます、早めにやめます。さあそしてこれが周平、トップターン2発、おっと引っかかった、伊藤くん、おいっす。そしてもう一発、さらに
さらにがないプラウト。やりますね伊藤君、中学生。ちっちゃい、まだちっちゃい。もう今もうだいぶでかくなりましたからね。さあそして今のコトビックかな。うわあ、ヒューセイ、うめえお前。うほー、ウルトラマンか。シャーッ感じ。さあ伊藤君飛んだ、さすが。そしてこれが渡辺カーン、アップサン、アップサン、アップサン。そしてカーブからのもう一発、うめえ。お前うめえな、やっぱ今もうだいぶ太りましたからね。この時は手が痩せちょ。はああんた言わんところまでいっちょるがいいみたいな。さあ順トップターンからのプルアウト。いや実はこの時ね、カメラマンの金ちゃんが来てたんですよ。金ちゃんの号令でここに多分集合したんですよね、プロサーファーたちは。さあそして上空は自衛隊機が飛んでおります。さあそしてシパチ、ちょっと早くね、うん、さあこれはヒューセイ、何する何する何する、チューイン捕まりましたね。はい坊主です。そしてカーン、カーブからのアップスダウン。うわちょっとサイズがね、あんた写真の絵にもならんが、こんげなちっちゃいのに乗ってよみたいな感じで。ほら岩の、岩が見えちょってる。おっと救世、ごめんカメラがちょっとぶついちょら。そしてシンパチ、ゴルファーシンパチ。周平トップターンからのナイス、あ引っかかった、惜しい。さあシンパチ、オイス、アップスダウン、アップスダウンからのうわあプルアウト。さあカン、加速してからの前がシンパチ君。うおー、このやられ方ちょっと危ないですよね。さあカン、これはかなりインサイドセクションの波、早めにプルアウト。さあこの時はガイちゃんもやってきました、佐藤ガイ。もう昔から知ってるんで、もうガイちゃんガイちゃんって言ってたんですけど、もう今やもうちゃん付けで呼ぶともう怒られますよね。さあその佐藤くんが乗ったフローターからのタッチダウン、うめえっすよね。やっぱだいぶやっぱりあの当時の子供たちがでかくなって今 JP で活躍してますね。このメンバーの中に中村匠っていうのもいたんですけどね、最近匠来ないんですよね。宮崎何やってるんすかみたいな、違うもん乗ってるんですかみたいな。はい、そしてここで前と後ろ乗ってますね。ほら早え、ブレイクが早え。ラインナップで入ってきてるんですけどね、もうちょっと欲しいですよねサイズが。そしてこれが児玉亮トップターン。そしてもう一発、あうめえ、やっぱうまいっすねやっぱ。さあそしてビハインドガイちゃんかな、佐藤君トップターン、アップスダウンで、おっと亮と重なった。これは誰だ、見えなかった。そしてビハインド、わあセットが入ってる、スダウンでプラウト。サイズがあるんじゃね後ろ。そしてこの前に渡辺カンがテイクオフ、あさっきチューブ狙ったのはカンだ。そしてアウトに戻る前にもう一回捕まえたって感じですね波を。クルージングしながらカーブ、あもう上がってくるな、
はい、気をつけてください。お疲れ様でした。そしてその後ろはリョウ、おービハインド、あーっと、そして行かない、速さも波が速い、お上がろうとしてるんですけどなんか上がれない感じですね。笑ってますね。はい、もうトンボがいっぱい飛んでました。トンボくん、もうくる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 目を回して捕まえたいみたいな感じで。そして夕方です。綺麗ですね。黄金色っていうかもうゴールドですよ、ゴールド。この日はね、夕日がやばかったんですよ。綺麗でしたね。その中もうなくなる波を惜しみながらサーファーは最後のこうなんていうんですかね、こうもう弱くなった、もうスエルがもうどんどん届かな、届か、スエルが届かなくなってきたやつにまたこの波に会えるかな、また会いたいなっていう思いを乗せて暗くまでサーフィンをしてました。この気持ち分かります。ほんと年に何回ですかね、いい波に出会えるのは。はい、もうピントが来てません。暗すぎてピントがやばかったです。うわー綺麗ですね、キラ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 、こういうの見るとなんかもう心が癒されますよね。ほんと綺麗でした。これでもう通算、そうですね、これでもう少しサイズがあったら最高だったんですけどね、台風のうねりがもう徐々に徐々に入んなくなってきまして、サイズがどん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 ちっちゃくなってきましたもんね。さあそれに高橋周平が乗った、うまい。そして何発、今4発、最後は5発、わあもう岩が見えちょ、やっべえ、ワンナッタの手が乗った。さあ波がないですね。これことぶっくんだ。そしてあ今缶が入ってますね。またうわいい波です、最高です。もうちょっと出かければ最高です。はい、もうやりきった感じで綺麗ですね。またこの波に会いたいです。そんな感じで波待ちしております。もうあと1時間もしないうちに真っ暗です。なんか帰り道が遠いんですよね、真っ暗だと。でも綺麗ですね、キラ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 、最高です。宮崎最高。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回も頑張って制作いたしますので、皆さんよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。